はい、すいません、いろいろと お待たせをしました、マツケンです、ちょっとね、URL が変更になったり、開始が遅れてしまったことをお詫びします、ちょっとトラブルがありました、はい、というところで今日はゲームミュージックデリバリーボリューム2というところで、このキノコ国本武明バンドと、僕も所属しているバンドで、いろんな曲をお届けしてまいります。じゃあもうあの国本さんにお任せします。はい、ということで、開始がまあ25分ぐらいかな、押しましたけども、お待たせいたしました。ゲームミュージックデリバリー2 2 2。はい、ということで、この編成でね、今日も愉快なレトロゲームの、BGM をね、アレンジしたりしてお送りしたいと思います。まずは、メンバー紹介をねさらっとさせていただきます。はい、キノコ国本武明バンド、キーボードマツケン、はい、ちょっと本当は字が出るはずですだったんですけど、いいです、皆さんの頭の中で保管してください。次、ギター天童、集中線人間集中線。はい、そして、ゲストです、ドラムス滝沢博之、よい、いつもお世話になっております。そして、久しぶりの登場となりました、バイオリン小林飛鳥、いい効果音入ってるね。はい、そして、ライブをこう縁の下の力持ちとして支えてくださっているのが、音響バストラ、イエイ、はい、そして、配信 VJ 担当のマメ、はい、以上のメンバーでね、お送りしたいと思います。そうですね、さあそれではもう次の曲いきましょうかね。はい、はい、次の曲はロックマン2から、YD ステージです。
はい、ロックバン2から、ワイリーステージですね、聞いていただきました。今日もね、たくさんの、方がこれを見ていてくださるんですけども、はい、ちょっとだけ紹介しますね。全部はちょっと読めないんで、はい、これは、はい、ダメです読めません。はい、ちょっとありがとうございます。本当に、視聴者の皆さんあってこその配信ですので、本当にありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そして、今日の配信は、スーパーチャット方式となっておりますので、なんていうんですか、その、この配信を見て、はい、今出てますね、このねバンドにちょっと応援しようかななんて思った方はですね、こう、はい、お気持ちをこう入れていただくと、我々の、活動の、まあ、なんというか、支援になりますので、何みんな背伸びしてたとか字幕のね、はい、ぜひ、もうすでにね、さっきいただいてたんですけど、ありがとうございます。スーパーチャットの方もね、入れてくださった皆さん全部お読みできないんですけども、後でメンバー全員しっかり、見させていただきますので、ぜひ、そちらの方もよろしくお願いします。さあ、それでは、次の曲いってみたいと思います。はい、次の曲は、じゃあどうしよう、天童から紹介する。はい、はい、次の曲はワンパクダック夢冒険の、月面ステージの曲を、この編成でやってみたいと思います。はい、
はい、ということで、3曲目ワンパクダック夢冒険月面聞いていただきましたけどね、今あのブレイクタイムにあのマツケン画伯のね、素晴らしい芸術も出てましたんで、はい、音楽と絵でお楽しみいただく、はい、ミュージックデリバリーゲームミュージックデリバリー2となっておりますね。さあ、本当はねあのちょっと雑談タイムをね設けたかったんだけどもね、ちょっと終わりが決まってるんでね、それともみんな3倍速で喋る？昨日何してた？こんばんは。何食べた？みたいなね、はい、こんなことやってる時間がもったいない誰だということで次の曲いきます。次はねこれはね PC エンジンの中から、ビリヤードのゲームでねブレイクインというのがありましてね、これが国本作曲のゲームなんですけども、誰も知らないんですけども、はい、この曲をですねしっとりと小林さんのバイオリンをフィーチャーしましてね、聞いていただきたいと思います。それでは PC エンジンからブレイクインメドレー。Thank you.
ありがとうございました。はい、ブレイクインからね、メドレーで、これあの途中最後の方はちょっとあのなんかあのチャレンジャーもねちょっと混じってましたけれどもね、はい、そういうことで、いかがでしょうかね。今日ちょっと音に対するまたコメントなんか、まあ、何も来ないっていうことは大丈夫なのかなね。あのすいません、大丈夫ですか。大丈夫はない、はい、ね、でもなんか大丈夫みたいです何言ってんの俺一人で俺が大丈夫じゃないな、俺がバグってるな。さてそれでは次なんですけどね、この皆さん私の被ってる帽子見えますか、見えますかね。はい、ということで今年は虎年ということで、はい、虎に全く関係のないネズミのネズミのゲームをチョイスしてみましたね。もうナムコにすごくね私お世話になってましてね、思い出がいっぱいあるんで、今日のねこの選曲するときにあたってね、まあ大体は多数決で票入れて選曲していくんですけど、わがまま枠っていうのがあるんですよね。わがまま枠ね。でもそれぞれマツケンさんわがまま枠の曲と天童さんわがまま枠の曲があるんですけどね、このマッピーが国元わがまま枠ですなので、はい、もうすんごいわがままな曲調になってますんで、はい、楽しみに聴いてください。いいかな、ね、これもじゃあメドレーで、本当にもう私が一番ゲーセンで遊んだゲームかもしれないんで、はい、ちょっと途中から泣くかもしれませんけどね、はい、じゃあマッピーをメドレー聴いてください。
はい、マッピー聞いていただきましたね。今日ね、世間では成人式なんですけどね、ちょっとさっき思いついたんですけど、今日のメンバーの中にですね、ダブル成人式の人が3人いるんですよ。ね、2回目の成人式、ちょっと手挙げて、2回目の成人式の人手挙げて。あ、俺そう、はい、ということでこの3人は2回目の成人式なんですよ、今年ね。同級生、そう。そしてなんとこの3回目の成人式の人も1人いるんだね。手挙げて、はーい。なんかね、だからちょうど今今年はみんな誕生日が来ると末尾がゼロになるんだね。はい、小林さんは違いますよ。小林さん本物の成人式だもんね。ね、今日はあの声風でね、声がそう、小林さんの素敵なボイスが今日聞こえないんですよ、うん、心配しなくてもいいですよ。なんかね、喋りすぎた、宴会で声を張りすぎた。宴会じゃない、酒焼け、うん、風じゃないです。ちょっと声を潰しちゃった系ですね。ね、はい、なので今日残念ながら、はい、喋れません。さて、そんな成人式の日なんですがね、まあ、それとは全く関係なくですね、これからやる曲はね、ドラクエの曲ですね。で、もう皆さんね、これも共通の話題として、昨年ね、まあ去勢落ちという感じで杉山浩一さんがお亡くなりになられましてね、まあ皆さん ここにいるメンバー全員杉山さんにはお世話になってると思うんですよ、間接的にね。マツケンさんからちょっとなんか杉山さんの思い出とかあったら。そうですね、まあ、これから演奏する曲もそうですけど、うん、本当に僕にとってはずっとね、聴き続けて弾き続けてきたので、まあ、今日もそんな感じでお届けしたいと思います。そうですね、ということで、さっきの神田の絵はその気持ちを込めて描いてもらった、はい、伝わるでしょうかね。さあ、ではこれドラクエの何でしたっけ、3でしたっけ。3です ね3から、これもちょっとすごく部分的にメドレーでお送りしますので、ちょっと杉山さんのことを思い出しながらちょっとしっとりと聞いてみてください。はい、thank you.
ありがとうございました。はい、楽しい時間も早いもので次の曲で最後の曲となりました、ね、はい、ではもう一度ここで今日のメンバー紹介をさせていただきます。きのこ国本武明バンドキーボードマツケン、そして、あ、今度こそやる、ね、ま、き、も、もとい、うん、豆さんの、き、あ、お、かっこいい、キーボードマツケン、おお、成功、大成功ね、ギター天童、おお、いいでしょこのアナログ感ね。マメさんがカメラも動かして効果も全部出してますからね。はい、次、ゲストドラムス滝沢博之そしてこう一点ゲストバイオリン小林飛鳥キャー素敵。はい、ということで、そして、そして、あ、そして、はい、映るかな、はい、音響、音響映る、はい、カメラ目線、はい、バストラ出た、すべてはバストラさんのおかげです。そしてまめさんは無理だな。そして、そして、あ、はい、はい、配信まめ、なるほど。そして、そしてこちらの3回目の成人式を迎えられる、はい、で、出ますか、わしか、わしのことか、どうじゃ、映るか、映るのか、4回目っぽい感じですね。きのこ国本武明、ありがとうございます。はい、ということで、はい、それでは最後の曲です。いいのかな、忘れてないよね。はい、最後の曲です。終わった後になんか、なんか反応があると もしかしたらなんかあるかもしれません。それでは最後の曲聴いてください。夢を信じて。We'll be right back.
何か聞こえる。お茶の間のみんなの声が聞こえる。聞こえないか？アンコール？アンコール？あ、え？アンコール？アンコール？どうなんだ？アンコール。あ、あ、あ、来た来た。あ、今画面いっぱいの拍手の絵が来ましたので、ありがとうございます。はい、それでは、ベリバリー2、これが本当の最後の曲となりますね。はい、また次回何かの機会でお会いしましょう。はい、それでは皆さん最後までありがとうございます。アンコールいっぱい来た、アンコールいっぱい来た。はい、びっくりした。それでは最後の曲、忍者龍拳伝、聴いてください。これでデリバリー2は終了です。皆さん本当に最後までありがとうございました。またどこかでお会いしましょう、ね、お元気で。風邪ひくなよ。はい、お願いします。もうそのつもりになってます。あと1分、あ、1分か。はい、じゃあ最後皆さん何かありますか。あの最後今年の弦切れちゃったの。あ、おなんとなんと小林さんのバイオリンの弦が切れました。あ、弓が怪我あーそうですか、ね、これは珍しい感じ。まあまああるということでね、はい、まあまああることが起きました。あのあとなんかどうですか、あの部品が取れたとかなんかないですか。あの服のボタンが吹き飛んだとかそういうのないですか。バストラさん大丈夫ですか。あの前歯が抜けたとかないですか。あ、そうか。あ、豆さんなんかヘッドホン片方取れてますよ、大丈夫ですか。はい、嘘です、全部嘘よね。はい、ということで、そろそろお別れの時間がやってまいりましたね。まあ最後に一言、あ、そうだ、で最後にみんなでデリバリーのポーズやろうかね。これ何それできる。せーの、ゲームミュージックデリバリーできてる。まだ時間あんの。はい、もう一回ゲームミュージックデリバリー、はい、はい、ということで、はい、またお会いしましょう、はい、さよなら、お元気で宿題やれよ。